だからそうしてるとだんだん理解者も出てきておもろいやっちゃうと、でも結果残さなあかんと思うよね。だから当時今イベントってようやるよ、若手が。僕らの時もあってね、イベント何組かでやるんだけど、で梅田開発とかはいつも土曜日の晩イベントするの、月に1回ぐらい。ほんで劇場はこうやっぱ1800人ぐらい入るから、切符を売るタレントが出れるのよ。まあ今も似たようなもんや思うんだけど、うん。で俺京都出身やから、俺1枚も売らへんねいつも、うん。で試合に、いや大阪知り合い一人も行ってませんからって。で龍もいつも5枚ぐらいしか売らへん、友達いませんよって。でみんな50枚とか80枚とか売るやつが出れんのよ。で俺は売らへんのよ。でも必ず出れんのよ。なんでやったら俺のところが一番おもろかったから。だから龍に、あ、うんね、あんなもしょうね、売ったらやるかお前、力出たいねん、俺は一番おもろかったよねって、気分ええやんけお前って。若手のお前仲間同期のやつらがいっぱい売って頭下げ倒して集めた客で俺たち一番爆笑、もうこれ最高やでって、うん。でまあ支配人のとこ行って、あの出してくださいねとは言いながらね、やっぱね売らへんけども面白いから一番面白いでしょって言ってね、うん。だから初めやっぱ初めは努力したね、そうやってね、あのやっぱ劇場出る前とかね、いつも梅田会とか難波会注文聞きみたいに行って、明日出番くださいって、なんかね明日も12時からいっぱいね、じゃあ11時45分に幕開けましょうって、どっちみちいいじゃないですか、客おるじゃないですか、11時45分に開けてくださいって1回だけでいいからとか言って、初めねそんな無理やりあの出番をね、あの作って持てましたわ。でも、まあ、結構ほんまにそんな時間も短かって、21でコンビ組んで23ぐらいの時にもう大阪ではいっぱい仕事できてたからね、コンビ組んでもう2年ぐらいではもう豊かな暮らしをしてました。なんでメモ取らんときって言うたかって言ったら、あのメモ取ったらあかんのよ、あのなんちゅうの、俺本読まへんねん、年に1冊も、うん。みんなねめっちゃ本読んで勉強してると思ったんでね、全然読まへんねん。で映画も年にビデオなんか見られる2回ぐらいかな、全く見ないね、うん、全く見えへんねん。でなんでか言ったら、あんなもん役に立たん、あの本読んだ知識は自己満足やねん、それクイズ番組をするには役に立つかもしれん。例えばペーパーテストがあったとしようや、ほんで本いっぱい読んでたらいっぱい答えられるわ、それだけの得。俺ら喋り手には何の役も立たん、何でか言ったら覚えたことを喋ってるだけやから、うん、違うの。覚える場所は俺たちは一般人と、俺たちが覚えるのはね心で記憶するの。今日例えば喋った何個かその中で、あそうなんやって思ったやろ、あそうやんねや、そっかって強く思ったことってあるやん。もう強く思ったことはな、君らは今な脳で記憶してへんねん、心で記憶してんねんな。だからもう残念ながら一生忘れへんねん、うん、心で記憶したら。高校の時に俺はもう卒業して30何年やけど、君らはまだ数年やんか、数年やけど高校の時中学になるとあの数学の公式とか覚えてへんやんな。であの時一瞬覚えてテストでな、覚えなあかんから、あなんで覚えてた、脳で覚えて、頭で覚えたから忘れたよ。でも高校の時に連れと喋ったことは忘れへんやろ、あの時あいつこう言いよったとか、あの女に振られた時とか女に告白した時のあの会話って今でもなんかもう克明に語れるやん。なんで語れんねん公式忘れんのに、心で記憶したからやねん。心で記憶したもんは絶対忘れない。ほんで脳で記憶したもんはペーパーテストで思い出すとき普通に思い出すね、一生懸命順番に何だかなって、だから時間かかんない。でも心で記憶したのはどこにしまったか分からへんね、自分でも心のどこに、ね、でも同じ感情になったときに勝手に引き出しを開くのよ。だから俺がトーク番組で例えば行列なんかでも喋ること何にも考えてないの、俺オープニングを喋ってて ここでも何も考えてんねん。俺歩いて行って顔見てから初めてなんか感じたことを喋ってるだけやねん。俺がね一切自分でこう何喋ろうって考えたことがない。うん。だから何テーマがあってテーマの話を誰かするね。最近なんか高校の時にムカついた話とかっていうテーマを例えばする。その時俺何もないねん自分の中に。例えば楽屋でね、例えば見ひんねんそのテーマも見たってなかったら思い出せへんねん。俺が脳で記憶してたら。今日のトークテーマ高校の時ムカついた話ってあったそうでしょ。で学園本番前までずっと何本見ても一個も考えてない、思い出せへん。ところがトーク始まった瞬間に
誰かがこんなんですわ、こんなんで、こんなん、ここの時、こういう時、こんなムカついたんですわって言ったら、おーって自分がタイムスリップしてるんですよ、こういう感情が、気持ちが。ほな、こいつの子にとの子にはずいぶん違う時代やねんけど、自分も頭の中で公認になんねん、気持ちが。すると、こういう時のムカついた話が、俺あん時って引き出しがパンパン開き出すんよ。うん。ほんで、開いた引き出しは同時に3つの時もあるし、5個の時もあるのよ。その時に、その引き出しの中の一番これやろなと思うもんをチョイスして喋ってるだけで、決して用意してない。だから、絶対心でね、記憶しなあかんのよ。だから心で記憶することは何やったら、やっぱこれもな、才能でな、感情の起伏が激しくないとあかんねん、うん、いつも感じなあかんねん。うちのバー長谷川でやってフォークライブやってるやんか、あれやっててな、最近はすごい一個やっぱ分かることがあんのよ。良栄って一人だけ、5、6人シンガーだけど一人良栄ってめっちゃうまいやつがおんねん。でそいつが歌を歌えねん。でお客さんもたまに、お客さんもたまに泣いてはるわ、あまりにもうまい、いい歌やから。ところがね、タレントはね、売れてるやつはね、90% 泣きよんな。この間もね、フットボールの後藤がもうずっと泣いとる、歌聴いて。お客さんならも泣いてんねん。そんなところでタレントが泣くわけないやん。ずーっと泣いとんねん。もう30分ぐらい泣いとんねん。でも泣いてることに俺たち笑うてんねん。ほんで後藤も泣き笑いしながら、なんで僕泣いてるんですかね、なんで僕こんな涙が止まらないんですけどねって、本人も分からへんねん。うん。ほんで、翔平俺やろ、あのもう49や。で、ガナルカナル高野京って。その時もたまたま両親が弟って、二人泣いてんねん。選手はね、小池栄子と一緒に行ったの。行って座って、こいつうまいねんで、ライブ始め聞いたって言ったら、一曲目小池栄子と泣いてんねん。もう、俺ね、あ、これやなって。この人らは心で記憶できる人たちやねん。一年後、二年後に、その両親というやつが有名になったとするやんか。その時にそいつの話をするときに、泣いてへん人は、いやこの子ね、前からめっちゃうまかったんよ、私ライブ何回も見ててんって、バーで長谷川で踊ってて、すっごいうまい子やって、あの時から俺ら思っててんっていう喋ることがね、やっぱ脳で記憶したことを喋ってんのよ、ね、でも料理が売れた時に翔平とか後藤とか小池栄子が聞かれたら、喋ってる言葉は感情で喋んのよ。初めて聞いた時に、もう私ねってね、そういうことは、何が分からんかったんです、何が分からへんんですよ、何も言わないけど涙が止まらなかったんですわっていう会話をするやんか。それってどう伝わんねんって、絶対こっちも伝わんのよ、うん、だから絶えず心で記憶する自分なら。